今月初め、伊佐市の菱刈農村公園グラウンドで走る芸術と言われるアートトラックのチャリティー撮影会が行われました。アートトラックとは、電飾やペイント、パーツなど外装を飾ったトラックのことです。この日、会場にはアートトラッククラブ竜王船団の呼びかけで、全国から28のグループ150台のトラックが大集合。悪天候にもかかわらず、会場にはファンが大勢詰めかけ、お気に入りのアートトラックを写真に収めていました。いや、どれも見事ですね。はい、どうですか、トラックは。はい、乗ってみたいです。そして圧巻はナイトシーン。夜7時、全車一斉に点灯すると、辺りは繁華街のような明るさになり、イベントは最高潮の盛り上がりを見せます。なお、この電飾もですね、最近は省エネの LED ライトが主流になっているんだそうですよ。すごいですね。撮影は霧島市のふるさと特派員、谷口則義さんでした。